室町通りで準備中の菊水保護室町通り、京都市中京区室町通りは、京都市の南北の通りの一つ、平安系の室町工事にあたる。地下鉄が通っている、スマ通のすぐ西側の通りである。北は、北山通から、南は、瀬橋通りまで、途中東本願寺と京都駅で分断されている。1378年に、足利三将軍義満が、 花の御所と称えられた豪奢な室町殿を室町通今出川付近に造営したため室町幕府とそれに伴う日本史の時代区分である室町時代の名前の由来となる応仁の乱で室町幕府が衰退するまで政治文化の中心地として賑わった応仁の乱の後京都は荒廃し状況都市模様に分裂するがこれらを結ぶ唯一の道が 室町通りであった。江戸時代になると五福店が立ち並ぶ問屋街として発展。現在でも創業数百年という老舗店がの木を連ねている。祇園祭では、市場室町の交差点付近が山鉾町の中心であり、菊水歩行をはじめとする山鉾が並ぶ。室町通はほぼ一車線道路だが、下行く鳥鉾町行きの市場通りと綾野工事通りの間は、 太平洋戦争中の建物疎開により東側に並ぶ建物が取り壊され、2車線に拡幅されている。この場所では、終戦の日あとしばらく、相撲やサーカス工業が行われたという、ありがとうございます。